この相手はなかなか戦績いいんですよね。南米ジュニアフェザー級チャンピオンのですね、50戦42勝4敗3引き分けで42勝のうち 20KO してるんですね、はい、先ほどの2度目の防衛戦が1月、この3度目の防衛戦が3月です。あ、このトランクスはちょっと変えてきましたね。ひらひらという感じになっています。柄は一緒です。先ほど高柳さんに言われたヘクターカマチョ的でもあるし、あ、 そうですね、そしてホルヘマロメロパエスですね、はい、極限師、パエス的でもあるし、クリス・ユーバンク的でもあるんですね。おお、右のパエス、これが先ほども見せましたがよく入ります。あれが得意なんですよね。右構えにしておいてスイッチして、あの右のアッパーを下から突き上げるっていう、はい、あれが得意の攻撃パターンですね。このパンチです。浜田さん、今何気なく入っていっていますけども、あれもやっぱりこれ早いんですよね。早くて、そして相手からはこういった選手と、もちろんやったことないでしょうし、想像つかない角度から打ってきますから、よっきりなんですね。Referee to Robbie Regan fighting Cardiff not so long. Jimmy's, he's physically well built, isn't he, for an 8 stone 10 fighter? He's got very strong legs. That's one of the reasons I believe he'll come up at least a couple of weight divisions. Very strong looking legs, and that's obviously where his punching power comes from. Although he doesn't have to be set to get power into his punches, he seems to be able to do that. このラウンドに勝負がつきます。Well, up till now, Leander looks a worthy opponent.おお、強烈な左です。そして右クロス。今のは予想できなかったですね。左フックですよね。まず見てるがびっくりするようなパンチですね。試合終了です。サウスポーでありながら右にスイッチした時のあの左フックにも威力があるんですね。今のは顎の先端打ち抜いた、いい左フックですね。効いてますよね。Let this fellow stand up until he's capable of doing it. That's a standard regulation anyway. Yeah, they're speaking to him. Thankfully, he's responding all right. 今の打ち方なんか本当に力なんかいらないという打ち方ですよ。はいはい。終わった後しっかりパフォーマンス見せてますね。これが2度目の左フックですね。だから体ごと、体全体の体重を左フックに乗せて、体ごとぶつかってあれ倒したようなもんですね。ああ、なんかちょっとかわいそうになってきますね。だから相手からするとあのパンチ見えなかったんだと思いますね。見えないからその瞬間的にグッと体を引き締めることできませんから、見た目以上に効いてるんですね。